じゃあ、撮っていきますか取ってます取って、え、もう <laughs> 早いです,うです。そうです、そうです。久しぶりに大門来たんですけど、ソファーと冷蔵庫が新しくなってます。完備<璧>完備してます。もうこれ、加藤さん帰んない,んないですね。<laughs> そんなことないですよ。工藤 <laughs> さんと日替わりで多分帰んないんじゃないですか、これは。<laughs> すぐ帰る。<laughs> 終わった瞬間にもう。<laughs> <laughs> 終わった瞬間帰るからたまにまだお客さんがもたもたしてるとお客さんと下でつっ,たっちゃうっていう <laughs> えのあっじゃあい家あっなるほど <laughs> 俺が帰りたくないみたいな平井ンナップゴルれ 次の日の日準備だったりとかあ、なるほどこの工房の今今日もあれなんですよ、うん、このここに置いてあるのは大体いいお客さんに渡すものを並べてるんですけどまあ引き取りこれがやっぱり3セットとか4セットになっちゃったりする時もあるしあとは今大体いい今あの作業だと工藤さんがばらしてくれてヘッドの中で全部掃除してくれて組み立てやすいようにして。 ああいうふうに置いといてくれる、はあ、で、やっぱり、ゴルフクラブって何が大変って、うん、掃除。掃除あの、ホーゼルの中ですかああいうふうに掃除するのがすごい大変で。はいはい,はいはいはい。で、あとは長さ調整とかバランス調整は、あ,あ,あの、細かい作業は僕がやってるんですけど、グリップの,のこれ、今、工藤さんがやってるのは、そのホーゼルの中の接着剤を取ってるんですかね作業的に。 とと抜けちゃったりなど、うまく接着できないですねなるほどあっバランス調整ではい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 加藤さんと工藤さんはあのあその真鍮取るの大好きですよねそれね加藤さんはそれマジでヘッド1個に対してヘッド1個だよ1個に対して1時間半かかった時あったのいや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 でもそれでね 5,6,7,8,9,P,6 個,個。6本。6本。いやもう1日終わるのこれあの、真鍮取るのに。真鍮、真鍮そんな。なんで、6本のうち、うん、運が良ければ半分ぐらいヘッドに残んないでシャフトにくっついてくいて、うん、れたりとか、それを入れないでバランス調整がうまくできたっていうのがあって、うんうん、一番きつかったのは3個入ってたんだけど、うん、それを3個取るのに4時間かかった。午前中全部終わり、それで。 マジ一番びっくりするのは加トさんバラして珍しくバラしてるなと思って俺俺3時間やってたのずーっと俺は撮るのダメだ撮れないわあれさ真鍮の中にさ細い穴開いてるあれをちょっとずつ広げていったりとか その周りから攻めたりとか、うん、温めてみるとか。あれさ、ちょっと首振れるじゃないうん、うん、で、真ん中穴を開けて、うん、外と真ん中のうん、うん、あそこをラジペンで挟んでグッて打ってもダメダメ。もうそんなもんじゃんあのね。あとね、もうねメーカーによっての接着剤を何使ってるか。ああによっても違う。全然違う。変な話、ドライヤーで温めて手でパッて抜けちゃうのもあれば、ああちゃんとシャフト抜き器にセットしないといけないのもあるし、ああああ まああとはホーゼルの長さ、うん、差し込みがやっぱダンプとか深いんですよ<ー>でピンだと浅いしそういう差もあったりして確かに俺はもうあの時は諦めたこのやっぱりキャロウェイとテイラーメイドのアイアンのソケット浮き事情ってやっぱまだありますああ浮きやすいのはなんかやっぱ多いねやっぱお客さん持ってくると、ね、多いでしょな、うん、なんかまあメーカーカどどことはななないけど、うんその このホーゼルがこう浮いちゃうのあるよね。ソケットがね。だから最初の時点で結構緩めの入れちゃうんだろうね。ああ、なるほど。外資系のなんか YouTube とかたまに見ると、ヘッドとソケットそのままグッて押して接着してる時があるわけ。あそれってもう緩いじゃん、緩い。普通入んないもんね。普通だったら、あの、トンカチで、あの、やるんだけど、そんぐらいヘッド押し込みながら接着するってことは、ずれたりとか、あとは、 夏場とかやっぱ車入れっぱなしにしてたりするとちょっとそれ辺も緩くなるだろうし車い熱い中入れてこう,こうやってやるとギューって回るやつあるもんね、うん、だから本当海外これからの時期はもう5月以降は出さなきゃダメよね出さなきゃダメ絶対車上荒らしもあるしね、うんうんうん、どうそのウエッジはそういえばいやこれボールがだ終わるっすボー,ルよ、ね、ボールやばいっすこれあの670ヤード打つと ボールに横線つく。そうだね。うん、9ヶ月ぶりに多分 YouTube 撮ってるんだけど、その間に200本ぐらいプロのクラブ組んだもんね、俺ね、もうね。<laughs> 全然ここに来てない風に見えて、ここ半年で月1回ぐらい来てるんじゃないいやいやいや、そんなことはねで。でも俺言われるよ。うん、もうあの人のレッスン全然取れないんですよって言われるから、うんあ ますよってて言えなく俺そんな来てないでしょだって2か月に1回ぐらいかそうだねそんぐらいかでクラブ調整に来るんだけどその時にいろいろ組んでるんだけどそれが出来上がったクラブがこういうのでそうまあほぼ決まりました決まった決まったに2本とか入ってるけど決まったんだうん定期的に来てもらってクラブの話もしてるしやってるんでいいと思います最近流行りのクラブって何なんですか世の中の世のの中流行やっぱ テイラー,ーラメイド。うちはだからテイラーメイドとあの PXG だけだったんですけどクラブの取引は今テイラーメイドもあの増えたので一応うちで全部の手段はできますあのパターンの手段もできるんで、うん、これカットするんだけど、うん、あの売ってないクラブとかそこにあるじゃない売ってないクラブ例えばさ、うん、こ,このシャフトのカラーリングとかさまだできる前じゃないあできる前。これとか出しちゃダメ 出してもともとこれどうしたんだっけさくらちゃんか。大丈夫大丈夫だよ。あとはこれとかも大丈夫。これ見てくださいよこれ。VF のカラーっていうかあのデザイン決まる前のやつですこれ。あっんとのプロとそうこれがあの試作品とかそうカラーリングが決まったあとのやつでこれが決まる前のやつですね。えー、同じ 5s ま、なんであるかっていうと、うちプロ来るんで、プロってやっぱりそういう、まだ決まってないもののテストから始めたりするんで。うん、な,るなるほど、なるほど。それを今ちょっと預かってるっていうか、置きっぱになっちゃってるっていう。トル君<う>これあの、ワンナップコンペで出しますんで。<笑><笑>これマジでやばいから、それは。<laughs> えゴエスって出てんのこれ。出てるよ。だからゴエスはさ、打てるじゃん。アマチのおかげで。俺でもゴエスなんだから。だから、 これ、とりあえず。<laughs> ダメ先っぽない、これ。キャロウェあ、ダメだ。じゃキャロウェの人が優勝したらこれでしょ。<laughs> そう、こういうのはありますよね。これーこれ、松田霊ちゃんだね。あ松田先輩のシャフトみたいです、これ。<laughs> それ、お前が好きなだけじゃん。あ、そうっすね。<laughs> あとは、鈴木愛プロがよく来るんで、<laughs> 鈴木アイプロは週、シーズンオフだと週4回か5回来るんで。賞金状はい。賞金王になりましたよね。なりました、ね。りましたよね。なんで、そういうクラブは置いてあります。あの、来たら。大門用のそう、打てるように。今日、これ去年。すご,すごい、すごい。こうなるんですね、<あ>やっぱり。そこですんだ。ロープは。そうそう。で、まあシール貼ると、あの、いろいろちゃんと映るんで、データ映るんで。ちょっと凹んでますなんかすごいですね、これ。 だから7番と大体いい7番とピッチングウェッジぐらいを打っとけばデータ取れるんでトレーニングして後に打ってケアしてみたいな <laughs> へえ<ー>感じにはなってますさくらちゃんの「ぜくしお」ですよこれ年 なんか何年のかは触ってますね、多分。あ、これはもう運気が上がりますね。<laughs> この辺とか多分小金業になった時みたいなんでね。さくらちゃんってドライバー取るどれぐらい飛ぶの結構飛ぶよね、工藤さん。250、260、55個あら60ぐらい。一体どれぐらいなんですか、ドライバー。41.5とか。うん、で、で、アイアンのシャフトが950の R ですよ。うん。これ参考になるよね。そうだね。 たこれまんまのスペックでしょうだから、本人のむんだよね。だこういうスペックがいいってことよね。ちなみに今は 70g 台。アイアンや。アヨネックス。あ、そうなんヨネッ使ってるんだけど。あとウエッジの長さとかもね、短いと思うマニア入っていいっすかえっと、これはプレシジョンフォージド PF っていうんですけども、えっと、さくらちゃんはこっちのフリーブランドの CGF2 ってやつを使ってたんですよ。 でも、これは古いモデルなんで、新しいモデルにバックフェイスを新しいモデルにしたんですよ。でも、顔は違いますね、PF って。なんで、ここに、プレシジョンフォージドなのに、F2 の B08、バンス8度ですよっていう刻印が入ってます。いいね、見えない。見えないそうそうそう。そういう、同じモデルなんですよ、これ。バックフェイスだけ違う。バックフェイスだけ。なるほどね。違うんですよね。そう。こういうのが、なんか、まあ、大人の事情みたいな感じですよね。 C6 だもんねバランスね34インチだよだいたい売ってんのは今35から35.25とかね,ねサンドウィッチね、うん、でも34インチでバランス C6 ですよまあ今大体売ってるのが D3 から D5 とかので,でね、うん、間でね、うん、だけどやっぱりこうそのさっき言ったヘッドスピードが41.5とか42ある人でも、うん こういう軽いもの操作しやすいように、そうだよね。軽くて短いものを使うっていうのはああ、そうだよね。大事だよね、えー。これはすごいスペックの参考になると思いますよ。本当に。それこそ鈴木アイプロが、うん、ヘッドスピード同じ42ぐらいなんですけど、ドライバー、ドライバー、ああえーっと950のネオの R を入れてます。うん、これピッチングウェイトなんですけど、うん、見えてる？うん。うん でバランス C8.5 とか C8 普通のアーチェアのおっちゃんがねえアぐらい41とか42ヘッドスピードある人がまあ大体こう R なんか絶対入れないじゃん950の S とか105とか入れるじゃなそれでバランス D2 とかでやってるじゃん触れないよねしかもさ週1ぐらいしか練習いかないじゃん平気に週1いけばいいぐらいじゃんなのにやっぱり重くて硬くてだと やりたいことができないよね。確かにそうだね。でプロが毎日球打っててもこういうぐらいのセッティングなんで、ああああまあこういうのは参考にするというか、試打、ね、してみてっていうのは重要だよね。ああこれいいなこういうスペックの参考っつのは。うん そういうおすすめスペック、こういうのいいんじゃないですかみたいななんかあるどうだろうもう人に進めるってことは自分がやっぱり打ってみてっていう風になっちゃってるから基本的には限られてるというかまあうちクラブ診断最近おかげさまで多いんだけど誰も行ってみてっていうからなんだけどまずは7番やんとドライバーのヘッドスピードがどれぐらいあるかっていうのを確認してから今持ってるものが合ってるかどうか それに対してうちのこれ打ってみてくださいっていうことをやってるんで、うん、ちょっとだからその辺はヘッドスピードってやっぱ大事だなっていうのは大事だね、うん、で、母さんこの間ね、うん、このテーラーメイドのアイアンのお客さんが来たのようん、うん、で、あのー、前も動画で俺言ったんだけどあのシダの時にこうやって打ってたのねしたら <laughs> ショップのフィッティングでこうやって当たるから、うん 角を度アップライトでオーダーかけられちゃったのスイングが遠ダウンするしてだから手が浮いてる状態じゃあもうあなたはこのスイングでも一緒やってくださいってことそうそうそうその分アップライトにしときますねででそれでレッスンにそのクラブで来ていただいたでどうも左しか行かないでちゃんとしたアドレス別にこうやってないのよだから普通にこうやって構えて なんとなくじゃソールぴったりにしてみてくださいって言ったら、もうこうなっちゃうわけよ。最初アップライトで設定して。でもこれじゃ打てないから、普通にこうやって構えたらやっぱこうなる、ね。そう、遠側がめちゃくちゃく、ね、浮くくわけよ。うん、で、やっぱこうやって構えるじゃない。うん、で、浮いて、めっちゃいい音鳴なって左行くわけよ。うん、そう、で、聞いたら、そうやって言ったわけ二 2>,、うん、2度アップライトでオーダーをかけたって、うん、ショップの人がね。で、まあその時はさ、その方、 あじゃあ分かりましたって言ってじゃあそれでお願いしますってやっぱ言っちゃったんだよねうん、うん、でスイング直して普通のハンドポジションで普通のスイングができてきたのそ、うん、したらさそれは全部左行くじゃないうん、うん、で、それをねじゃあこれ直してもらってみてくださいって買ったとこでそ、うん、したらテーラーメイドはステンダーだってだから、うん、曲げられないっつうんだようん、うん、もう戻せないって。 そうなのすごいね。そのお客さんから LINE 来ただって言ったもん、俺。ダイモンに。そうなのそう。ダイモンで、来週の火曜行きます。ひろゆきが、あの、テンションバーに乗って、工藤さんがひろゆきをこうやってやれば曲がるからって。そうすよね。そう。そう。だからもう、ひろゆきがこうやって乗ったまんまで、そう。工藤さんがひろゆきの頭をゴーンってやれば、 で、一応、ラインいただいて、で、ヘッドなんですかって言ったら、この、790?790? えっとね、これなのよ。790なの。790、はいはい。だから、テストしとこうと思って、まあ、これを曲げたら、曲がるのよ。お、ほんとこれやっぱ俺技術も、進化するから。なるほど。曲がるのよ。だから、どうぞ来てくださいってなったんで、来ます。 あはい OK でテイラの担当の人もこの前来てくれた時に「これ硬いっすよねこのシリーズ」って言ったらいや曲がんないことはないよと全然大丈夫ってね言われてねあそうなんだなのでまあそれプラスうちもテストしたらできたからまあ俺の体調にもよるけどなるべくこういうことをやるときは前の日飲みすぎないように体調整えてグッてやんなうだね だって曲がるんだから。<laughs> <laughs> なるほど、ね。食べる方のね。そう。三、ねね、番ウッドじゃない方、ねうん。うん。なるほど。なるほど。だから、曲がんねえのは、やっぱピンだわ。<laughs> ピンね。ピンは有名だもんね。ピンはあんないわ。あの、なんか工場に置く。そう。で、うちに来る、あのジュニアで、うん、やっぱ身長が高くなったり、クラブの長さの設定を変えたから。うん、っていうんで。 バランス調整はうちでしてあげたんだけど、やっぱり曲げることができないからって言ったら、三週間やっぱかかる。あ、そうなんだ。そう、だから三週間待ちにはなっちゃうけど。それで、やってもらった子もいます。そうなん。まあ、とりあえずそのお客さん来ますわ。あ、来ます?。漏れないお願いします。ラガーマンなんで。はい、知ってます。いや、そうっすね。インスタの。あ、ラインのあれがラガーマンっぽが。半端じゃないかな半端ないのに、こう浮いてくるから。そう。 それが今低く通せるようになってきたから、ああそっちにまたクラブを戻しましょうってことです。そう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 です。ちょっとそれオーラームン自分でできんじゃないの？器具使わないで器具 <laughs> そうそう。あとはと、ね、見てください。その方の。その方ね。うん、そうそう。パワーヒッター多いから最近アマチュアの方もね。いろいろだから。なんか登録はあります？質問がない。 このキャディバックはミカさんのハミがちゃんのだねあ、本当だキャディバックだけ中身は中身はシダクラブ入れさせてもらってますキャディバックだけいただいたんでしかもそうサインインサインにでテーラーだったからちょうどいいかなっていうのであ確かに本当だ。そうですえ、今宮里美香選手はフリー今はフリーですね僕がキャディやらしてるもらった最初の一年だけテーラー目だったけど もうその次からはフリーでだいたいアイアンは水の使ったりとかあそうなの、ねうん、ウッドはえ,え前はブリヂストンだっけえっとね一番最初プロ初めはブリヂストンそうだよねでもテーラーのイメージの方が強い強いかなうんえ、フリーだと自分で買うのお金出してそれは意外と買わないんですよ <laughs> 意外とっていうのもあれなんですよ各メーカーに言って、うん、あの普通に提供していただいてうん,んうんそ、うん、それこそ ヘッドは、じゃあテーラーメイドがいい。シャフトはグラファイトがいいっていうと、2社に言って。で、グリップがまた違うから、3社に言って、1本が出来上がるって形だよね、ドライバーだと。あとは、あの、メーカーと何本契約してるかによっても結構変わってきて、例えば、10本契約だったら、ウッドユーティリティだけ他社っていうか違うメーカー行って、まあ、アイアン全部自分の契約先のメーカーとか、そういう方も、 やっぱいたまにいたり、うん、前水野の選手なんかウッドだけね違う,そうだねねメーカーとかもいたよね逆にウッ,ドはぜウッドとパターだけは絶対使ってくださいっていう契約もあるしそれはは契約内容はバラまあでもフリーは増増、ね、増ええ、ね、えたたたねねねよよめちちゃくちゃく、ねうん、やっぱこんだけ道具が良くなったから、うん、フリーでも1試合で稼げちゃうだろうと契約した時よりそれを考えたら ね、フリーの方が今ど,どこのメーカーの選手が多いの契約フリ,ーフリーで使う人ってことうん、うん、あのあーそっか、うん、契約してる人はどこと契約してる選手が多いのなんか昔はやっぱ日本のメーカー多いイメージあったけどブリヂストーンとかスリーストーンとかあったけど最近はそんなことないような気がするしなんかまあフリ,ーフリーの人も増えたなって印象はあるフリー増えたよね それこそ横峯桜プロとか今年フリーだから。あ、もうキャロウェイはじゃなくて今フリーなんで、<ー>帽子もエプソンだし、<ー>で、えー、っと、ドライバーはまあそのままキャロウェイ使ってるけど、うん、フェアウェイウッドはあのヤマハ使ったり、PXG 入ってたり、まあ、ユーティリティ PXG でしょ、アイアンヨネックスでしょうとか、いろいろそういう,うにミ、そうミックスはしてる。へ フリーのメリットって今大きくなったよね大きいねオンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとか選考予約あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですねちょっと秘密なこととかですね特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております是非気になる方はご入会よろししくお願い,いたします